でしょうかね、立派な口の中ですね、牙は長いもので8センチぐらいにもなるそうです、はい、よいしょ。あのこちら右側の子がですね、こうやって口を開けてね、入れてくれるのを待つような癖がある子ですので、こうやって口の中じっくり観察することができます。あの猫飼われてる方ですと舌がザラザラしてるのはたまに舐められてね、わかるとは思うんですが、ライオンも猫の仲間なんで、よーく見ますと小さなトキがいっぱいついてるのはわかりますか。ちなみにこれ私たち舐められると、あのヤスリで削られるような感覚なんで、あんまり気持ちよくはないですね。よいしょ、はい、よいしょ。ちなみにこちらライオン同士で舐めると、この突起が串の役割を果たしますので、きれいに体についた虫なんかを取ってくれる役割があります。でもね、あのこちらのストアの奥で座ってるオスは、スタッフのことが嫌いです。あのこちらのオスはそんなにあれですね。これがライオンの怒った時の鳴き声です。こうやってこれが怒って、はい、早くくれよと、まあ、こうじらすんで嫌われるんでしょう。はい、ペローンと、うわー、ですね。で、ちなみにこの子こんな感じで性格が全然違います。この子は嫌いなと思います。あのちっちゃい時にね、治療した経験がありますので、あのこの制服見ると注射されるって思う。こうやって怒るんですね。注射嫌いです。痛いの大嫌いです、ね。ちなみにこちらは、北海道の旭山動物園出身の男の子ですね。